回なんですけども、はい、はい、この前ボナールさんにスライダーを教わりましたね。教わりました、教わりましたね。実は自分もスライダー結構得意な方なんですよ。おお、言うね。もうちょっと言っちゃいますね、うん、でこの前のスライダーとちょっと自分投げ方違ったんで、なるほど、今度はね、そう、オリジナルのスライダーですね。そうです、それを今度はこちらの動画で伝えようかなと思います。おお、いいですか。はい、いろんな投げ方ありますからね。そうですね、はい、確かに確かに。なのでちょっと自分の投げ方ですね、はい、はい、というわけで、はい、まず握りからいきます。お、握りはカーブはこうやって握りましたね。はいはいはい、こうですね。スライダーは逆にこっちの縫い目のカーブしてる部分を外側でここに握ってます。おー、こういう感じですね。すごいね、握り方。そうです、なかなか見ないですね。で、中指と人差し指のこの第一関節をこう2本ともかける感じですね。こういう感じです。第一関節をかけるのね。はい、で親指はまあ こっちの反対側にベタって感じで。あ、結構ベタっといく。ベタっていってますね。こういう感じですね。じゃあドアノブ握りみたいな感じじゃないんだね。とは全然違いますね。でこの前は本当こうやってグイってひねるスライダーだったんですけど、自分は全然ひねらなくて、どちらかって言ったらもうストレートに近い投げ方。ひねらない。ひねらないです。でもう本当こうなった時にここでグッて切る。クッて感じですね。じゃあもうほぼストレートに近い感覚で。そうです、そうです。リリースをすると。はい。であとはもう本当指先の力だけでブッ、曲がれや。切る。そうです。なので本当この前のスライダーは横にこういう大きいスライダーだったと思うんですけど、自分のはどちらかって言ったら大きさっていうよりは鋭さっていうイメージですかね。キレが。こういってヒュッっていう感じの。おー、いやらしい感じ。まあイメージはそういう感じですね。でも本当にあとは思いっきり指先ドーンで曲がれーで曲げてます。はい、というわけで握り方やってきましたけど、はい、じゃあもう実際にちょっと投げてみようと思います。お願いします。よし、はい、では実際に投げたいと思います。これですね。でこちらもカーブ同様、リリースポイント前でも指先の力で投げるという感じでいきます。いきます。よりは大きさっていうのはないと思うんですけど、球の速さ多分こっちの方が速いけど、はい、おー、来たかー。すごい斜めに来た。そうですね、そう、今の感じみたいなんですけど、この前の横じゃなくて自分のちょっと斜めチックな感じですね。縦スライダーっていうほど縦じゃないんですけど、まあ斜めな感じのスライダー。できるだけ、まあ、ストレートに近い球で投げたいっていうイメージないと思って。ここら辺まで外行ったね。ちょっと、まあ、スライドと思って。ただ、あれ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 、そうなるのが理想って感じですね。じゃあ次、ストレートとの比較って感じで、ストレート投げた後にスライダー行きます。まっすぐ行きます。じゃあ次スライダーいきます。おお、離れた瞬間はストレートだ。じゃあラストいきます。おい、おい、おい、はい、というわけで自分のはどちらかって言ったらストレートに近いスライダーっていう感じで投げてきました。はい、というわけで投げてきましょう。おい、素晴らしいボールだったね。ありがとうございます。スライダーすごい。本当この前のやっぱボナールさんとのスライダーは本当に結構種類が違うスライダーですね。うん、違いましたね、うん、なのでこれは本当に手首を強い方はもうさらに曲がるんじゃないかなっていう
本当この力なんだよ、ね、スナップから指先の力で投げます。じゃあそのリリースの瞬間が結構大事な。そうですね、本当できるだけ前でここにもう一点集中でボーンって感じですね。そうなんだ、はい、なのでね、まあこれも一つの参考にしていただいてね、はいはい、でまあ変化球だけじゃないですけど、はい、まあ、投げすぎにはやっぱねちょっと肩肘一番痛めちゃう時あるんで、肩肘と相談してね。そうですね、そこをちょっと注意していただいて、はい、はい、でこのスライダーもちょっと参考にしていただいて、まあ自分なりのね変化球見つけられたらと思います。はい、はい、はい、では今回の動画は以上になります。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。こちらのプレゼントコーナーよ。はい、今週のプレゼントこちらになります。こちらのバックスピンティーですね、うん、はい、こちらを1名様にプレゼントします。1名様です。どうです。応募方法はチャンネル登録をして動画の感想かこちらを書いてください。お願いします。お願いします。はい、そしてこちらのバックスピンティー欲しいよっていう方はぜひコメント欄に欲しいよっていうコメントお願いします。お願いします。そしてまだ応募期間中のプレゼントもありますので、そちらにコメントもお願いします。お願いします。この後は次回を。毎日18時更新、毎週視聴者プレゼント。